はいどうもこんにちは、ゆるてぐらです。今日はこれからバイクの引き取りをしていきたいと思います。実は私ですね、10月に普通二輪免許を取りまして、バイクが乗れるようになりました。で今回ですね、ヤフオクで26,000いくらで札入れしてたのが、落ちまして、で昨日の今日でバイクの引き取りに行きたいと思います。まずはこのデイズルークスですと、ゲンチャリだったら1回ヤフオクで落としたライブデュオ F62、そちらをですね積んだことがあるんですけれども、今回落としたバイクって言っても 125cc の、 マジェスティ125、台湾で作ってるヤマハのバイクですね。そちらなので、ちょっとこの軽自動車では乗らないかなって思ったので、まずは軽トラックを借りていきたいと思います。バイクの積み込みってなると、やっぱりラダーレールとかロープとか、そういったの必要だと思うんですけれども、今回のお店はですね、近場に、そういったレールとかも貸してくれるお店でしたので、はい、こちらが引き取りの様子です。書類もらって積み込んですぐ落ちました。はい、というわけで家まで運んできました。ちょっと状態を見てみましょう。シートがもうボロボロですね。もうここもバカになっちゃってますね。結構サビが目立ってます。よいしょ。サスペンションもサビがひどいので、これは取り替えるか。マフラーガードとかは案外大丈夫そうなんです。でもやっぱサビがひどいな。もうこれ最悪ですね。ボロボロだこれ。いつ崩れるかわかんねえな。じゃあこの後ちょっとバッテリーが上がっちゃってるようなので、車のジャンプでエンジンをかけていきたいと思います。はい、テグラちゃんからつないでいきました。ちょっとエンジン音とか聞きたいので、一回インテグラのエンジンかけずにこのまんまエンジンかけてみたいと思います。にインして、動きましたね。さあどうでしょうか。ちょっとあれですね、かかりそうな予感はしたんですけど、ちょっと微妙ですね。ちょっとインテグラの方が心配なので、車のエンジンかけてからまたやりたいと思います。なんとかエンジンつきました。イエーイ。なんかめっちゃ白煙で撮ります。なんかめっちゃやばいっすね。とりあえずエンジンついたんで、よしとしたいと思います。お疲れ様でした。